見えないですよ。どこ行ったんだろう。何してんの。ってことは、ほい。素晴らしい。ありがとう。入りました。入った入った入った。俺ちょっとぐらいハマっても大丈夫かなこれ。おい。開いた後もレスラーいたりするから。開いた後もレスラーがね、こう、あ、やっぱ。あの玉数見てみて。1、2、5、3。鎌倉時代か。なんで。ご安心ください。まだ始まったばかりですから。お疲れ様ですって。始まったばかりでもう3枚入ってる。よし。待ってるよ。待ってる。ダッシュで待ってる。オッケー。そうじゃん、そうじゃん、トモくん。信じらんないよ、トモくん。タバコ吸いに行ってくるってパンキー入れ玉入っちゃったんだから。これ、人の金だからね。もう。はい、私はね、憤ってるよ、トモくん。本当に。何に憤ってんの。怒ってるよ、私は。なんで。あ、抜いておいてくれたんだ。いや、ほら、エミがいたから。いやいや。しかも、ここブラジルじゃないですよ。日本だぞ。ありえないよ。これ、いくら入ってたか、ちょっと入れて確認してよ。よりにもよってでしょ、ねえ。まださ、ほぼ満タン。そう、満タン。これ置いていけるってすごい神経だよ。これさ、自分のお金じゃないんだからないからでしょ。違う違う違う、本当に自分の9500円だったら置いてった。無責任に置いていったわけではないです。本当に俺はこの国と絵にを使用してるんだって。いや、なんか丸め込まれてる。私はもうこれさっと置いてすっとタバコ吸いに行ったら、ちょっともう本当にいいと思ったよ。まあ、申し訳ないことをしてしまったついでに、もう一ついいお願い事を。もう一つ写真集、あるじゃん。なんか、まあ、現物はないにしても、なんかその自慢のカットというか、自慢のカットしにくいな。恥ずかしいね。あの、ちょっと象徴的な一枚ってない。ね、じゃあ、お気に入り。すげえ、いろんなフォルダがあるね。ハメ撮りのフォルダとかあるんじゃないですかね。ないよ、よく言えるね、そんなテンションで。9500円のパッキーカードさ、そこに放置してたの、見てた人が。じゃあこれを。出たー。見えてね。見えてないよ、影だってば。こんなでかくないよ。だってさ、これがそうだとしたらさ、こうじゃんね。いや、何カップだっけ。G でしょ。だけど、いや、これがこうだとしたら、こうよ、こうなっちゃうよ。そんなことはないよ。でも人によっては、こうじっくり見れるのはここなのか、ここなのか。あ、ここの人いるよね。ここなのか、ここって人もいるよね。へえ。まあ、ここも。あ、まあ、ちょっとやめてよ。これアップにするのよくないって。よくないよ。いや、出てないよ、はみ出てないから。はみ出てないよ。え、こういう時は、ちゃんと処理はするの。してる。あの、丸取りじゃないけど、でも元々してるから。いや、ダメだ、なんかこれ見えてるって言われたらすごいでかい塗りに見えてきた。でも見えてきたよ。意外と、これがいいんじゃない。あ、後ろ、後ろちょっと熟女感あるよね。熟女感っていうか、ないかな、なんかちょっと後ろだけ見ると。だからね、やっぱね、程よい肉好きなのよ。その程よい、本当に程よい。あら、ありがとうございます。ラフティーにしたらすごい美味しそう。ついてんじゃん、めっちゃ脂あんじゃん。ねえ、すごい脂身あるじゃん。もうちょっといい表現なかったの。でもお気に入りは、はい、お気に入りはこれなんですよ。このちょっとカーテン越しのやつがお気に入りで。あ、いいっす、ね、あんまりですか。ちゃんとハートマークがついてるなって。あ、そう、これはあの、ぜひとも使ってくれっていうアピール。あ、すごくいいです。ありがとうございます。
ありがとう。大人っぽい表情になるんですね。あ、本当大人っぽかった。そういう時はやだ。夜の笑みが見られるわけでしょ。今昼の笑みじゃん、うん、昼笑みじゃん、うん、夜笑みが見られる。あ、夜というかやっぱ昼3時かな、昼顔の笑み斉藤匠と会う時の笑みみたいな。子供預けて、預けて。あ、なるほど、うん、だってやっぱあれよ、主婦は夜浮気するんじゃない、主婦は昼浮気するんだから。なるほど、なるほど。おいくらですか。ね、高いんですよ。3900円ぐらいするかな、4000円弱ぐらい。でも、写真集そんなもんじゃないの。田中みな実の2倍。田中みな実そんな安いの。田中みな実の写真集2000円なの。あら、ちょっと買おうかなと思って。いや、でも、写真集って買ったことないわ。あ、ないんですか、サンタフェとかも。ないんですか。もっとどぎついな、あの中学生。まあ写真集というか、絵の本というかってこと、瓦に落ちてるようなやつってこと。はありますけど、写真集を出すとみんなに見られる側だね。ね。でしょ。うん。見られる側だったらそういう欲求って、うん、回収されるというか。いやいや。違う。でもどん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 下がってくる。なんだろうな、でもこれ頼むから親にはバレたくないなと思って本当に。何、写真集。そう。え、まだ話してないの。話してない、話してない、一生話さないつもり。まだまだ妹にも弟にも親にもバレてないから。いや、ツイッターとか見てんじゃないの。いやー、でもね、弟の嫁が見てるのよ。エミ、さっき嫁はなかったと思うんだけど、えらい長いんだよ、60何秒から。あ、でもミドル保留が、いや、あるよ、トモ君、これついに。手前からではなかったよ、絶対に。当該保留、うん、いや、でもある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 。まあ、まあ、下、あ、青い方ワープ。青い方ワープで、あっちで、それ多分波動放流地じゃないかな。あ、でもちょっと短いかな、ワープ。もうすでにだってあと数秒だもんね。波動放流地じゃないかなって気がしてるけど、うん、1、行きます。違うな、何だろう。あ、波動ホリーチだ。波動ホー、すーごい震えてくる。さあ、どうだろう。いや、これ…うん、きた。あ、熱い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 。いや、全部揃ってるよ。うん、今んとこ。まあ、金山とかないけど。あ、十分十分十分。あとカットイン。ここ、いや、ちょっとね、なんでせめて赤だろうよ。なんで緑なんだよ。いや、ちょっとここは頼む。まあ、マジで。嘘。狙いが定まらないって言ってたよ。ダメ？あー！ちょっとね、写真集にこうアップで集中すぎて、いやいやいや、あの焦点が焦点合わなかった、視界が定まらなかったような。タバコ吸ってくる。だってあの影を俺乳輪と間違えるぐらい、それは定まらない、うん、定まらないね。もう多分あれ見る人みんなあれ乳輪だと思って見るよ。俺もさ、すごい乳輪でかいんだねって言われちゃうよ。私逆に乳輪でかいの好きな巨乳好きの人いるじゃん。はいはいはい、あの外国人みたいな。あ、そう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 。巨乳好きの人って結構乳輪大きいの大丈夫な人多いから、逆になんか物足りないかみたいな感じの顔されるような気がする。そう、だからなんか乳輪が大きいのはいけないことみたいな、うん、いや全然そんなことないね。エロいですよね、うん、脱いだ方がエロくないまであります。全部ベロベロって出した方が、なんか色気半減したねみたいな感じまでありますからね。自分で言うのもあれですけど、癖のないおっぱい。大きい根がピークっていうんですか、はいはい、そっからのなんか色気の伸びしろのない。今いろんなおっぱいがこう、あ、楽しそうみたいな。めっちゃメガネ曇ってます。めっちゃメガネ曇ってる。いろんなおっぱいが走馬灯のように。あえて余計なことを言いそうになりました。見てるかもしれないもんね、過去のおっぱいたちが。
これダメなやつ、全然ダメなやつ、私の代当てにしないでよ。いやいや、あ、ティッシュ。いや、もう3本回してもらってんからさ、いや、もう俺そうそうバイトぐらい始めるって。バイト始めてくれる？頼むよ。いや、でも男を育てるのが多分その才能が私にないっていうのも多分あるんだよね。今まではどうだった？いや、もう全然、あ、私と付き合って上がってたやつなんか一人もいないの。なんか、まあ、下げるってほど悪くはないけど、こうケツ叩いてその人を伸ばすってことしたことがない。あれ、まれだよ。まれかな。いや、でも神谷さんのあれ見てやっぱおねだり上手というか、いや、やっぱ動かせるの上手いなって。俺が何とかしなきゃっていう、うん、ショック療法だよね。あれは、いや、あれも才能。いや、正規の方法ではない。正規方法じゃない。あれ、ほんと風呂の線抜けてるじゃん。すごいよね。まあ、あれができるのがやっぱいい女ですもん、本来は。その男伸ばすのが。ある視点から見ればいい女。もういい女、いい女。俺もまっぴらごめんだけどね。レイコってそのつながりはちょいちょいぐらい。仕事で。今年になって2人で来店ってことが一回あって。どういう組み合わせなの？わかんないけど。それレしか会ってねえよ。レしか会ってない。まあ、一応同い年ぐらい。それぐらいかな。あんまり一緒になることはないけど、面白いですよね。あのまんまだもん。うん、ほんと面白い。なんかめっちゃ気さくですよ。でも距離詰めようとは思わない。な、詰め方は分かんない。なんかその自分からこう誘って詰められないから分かんないけど、でも全然なんか遊びたいとはすごい思います。同性で一番仕事をやりやすいのは誰なの？仕事？あ、むずいな。やっぱ奥さん。あ、やりやすいって言ったらね。はいはい。あ、でも私たまちゃんか青山さんかな。うん、神谷さんは映像でがっつり一緒に仕事したことないから分かんないけど、多分やりやすいだろうなって思う。なんか帰るっていう選択肢が、あ、がっつり来た。叫び入りました。叫び入った。3回目、これ3回目。あら、私がまさか先に。いやー、197回転目。あー、レバブル入った。いや、来た。やっぱ持つべきものは耐えれる嫁だね。なんかこの褒めゾーン、ちょっとなんかこれ入ると出ないんだよな。あははって言って、もうあと1000円になって。さっきまで9500円あったのに。おかしいな。あ、金庫で言うまで上がった。来たー。いや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 って。ただ俺2万発はありますんで、一応出したことがあります。え、マジで？あります。金ヤマト2回行ったの。金ヤマト経験者だったんだ。お任せください。ナイス。安心してお金を出していただいて、こちらも当てていただいて大丈夫です。余計な心配しなくていいですよ。ご自身の代が当たるように、いらっしゃるように、連着するように。ああ、完璧。自分の代に集中すればいいってことね。そうです。まあ、これはもう大丈夫。はい、 OK。 当たった。よし、よしよしよし。もう殿下の宝刀、炊飯器を出すまでもない。炊飯器あげます。差し上げます。俺さあ、4が揃って、よし。今のところ2の2だもんね。2の2。このランプパターン知らないな。いや、大丈夫だと思う。今日まで結構入らないで苦戦してきたし。あ、今までそうなんだ。多分40%ぐらいでしか入ってないような気がする。あ、来るね来るね、そろそろ来るね、これね。そう、もう来ていい。よし、これもう赤だ、金だ。金まで行こう、金まで行こう。また緑だ。赤まで行けばだいぶ熱いんだけどな。いや、頼むよ。これ入れないと破産するよ。私もあと166玉しかないんだから。2人合わせて166玉だよ。お願い。よし、来い。来た。よし、3打数3安打。
え？今何なんと3打数3司法ですよもう。もううちの司法。いやエミは4番打者、4番打者です。4番がホームラン打てない。いや、ヒットの延長がホームランですから。あ、オンリーワンモードで行こうかな。ヒットの延長にホームランがあるの。一応3打席3安打ってこと。頼むよ。そろそろ金ヤマトを見せてもらいたい。一発で？手法なのか波動法なのかちょっとピンチです。まさか。そんなそんな。これ一番強いやつでしょ。強いというか やばい。やばい。でもこっちの攻撃だから波動法いけばいいから。あ、うちの手法が手法ついて笑い事じゃないよ。笑い事じゃないって。いや、でも本当これはまずいよ。本当にまずいよ。これまずいよ。あ、キュインってた。よし。よかった。本当よかった。いけずな台だねこれね。あ、よかった。ここ乗り越えたら。しばらく大丈夫なんですか。全然、まあ、合わせてまだ1万発だもんね、投資がね。また大変と誰かが襲ってくるんだけど。波動砲、やめてピンチしか来てない。あ、3ラウンドだ。やめてよもう。そうだよね、さっきレバーだったもんね。今回ボタンだもんね。信じらんないよ。3連言われて。頼む頼む、まだいる。 91% もうやだよ。つらい、こんなダメ。3ラウンド3連。はい。俺このタイミングで言うの、もう一番ねえねえ、いや、このタイミングで言わなきゃいけないの、恐ろしいね。あの、こっちの身にもなってほしい、ね、そうそうなんだ。このタイミングで言われなきゃいけないのって、ね、いやびっくりして、俺デンちゃんがついで気持ちよくなったところで借りようって思ったら、DMM のツイッターラインすいません、パチが上事のように信頼と実績。いや、本当コンディションは悪くないんで、コンディション悪くない、悪くないです。もうサラダもペロッと食べましたから。食べたね。ペロッと食べたよね。一玉たりとも帰ってこなかったら写真集3冊訳してもらうから、ね、訳してもらうよ、本当に。まあ、ないとは思うけど、うん、ないとは思うけど、念のため見てきていい？入院したいと。ああ、いいよ。抜かないとか。そうそう、いやね、はい、よかったよかった。はい、もう心入れ替えました、ね。もうそれだけでも、はい、よし。ここはあ、お客さん増えてんな。カラクリサーカスエンバー、この辺りがいっぱい。で、発するよ。うわー。当たり軽いな。玉ねぎもこれ3台プラスだな。あ、でもねえな、怖くねえな。うん、暑い。ともくんいないけどちょっとチャンス、こうやって振れるだけだ。あ、やばい、レバブルない、レバブルがないぞ。先読み入ってる、先読み入ってる。ほい、レバブルないけど先読みは入ってる。もう我々はヤマトで頑張るしかなさそうです。
開かないもうメインどころはもう無理です、ね、あユニコーンも開かない。あここでハドホ決め手になるよね。ここは絡んでないんで。暑いんだけど、うわいっちゃ暑いリーチなんだけど、ラッシュ中に出てきたらまずいけど、この通常時のリーチは暑いんだ。暑い、逆に。なるほど。そうこれはちょっとまずいよ。ネバブルないのが効いてきてる。頼むヤマト。いや、よわダメだ、沈む沈まない、沈まない、沈まない。いや、あーダメだ、沈んだ。沈んでない。何って演技でもないんだ。沈んでないでない、エミ沈んでる原因がそれだよ。確かに穴は開いてる、ちょっと ね、うん、でも俺指入れてからな。指入れなのかな、浸水しないように。ありがとう、ありがとう。どうしちゃったんだろう、この山。私も持ち玉なくなってえ、ないのない。そうそうそう。持ち玉なくて追加投手だよ。ちょっと待って、借りろ。あそんで、俺今日だって朝さ、この中に10枚入ってたんだよ。俺その封筒から出すところを見るたびにガッてくんだよね。よく見て、封筒から書かれているこの様。あれと一緒、北の国からのまだ子供が食べてるでしょうかって、あのシーン見ると同じ気持ちになる。北の国からの五郎さんの巨人が分かるんだ。予約してる気に予約する気ではいるから、うん、ありがとう。でもな、予約してくれたらな、強く言えないもんな。危険な遊び、ちょっとバカにしてる。バカにしてる。岩間さんが考えてくれたんだから。全部カタカナだなと思って、ね、なんか怪文になったりとかではないんだ。ないです。なんか漢字にしますかって言ったら、そのちょっとこうパチンコと兼ねてるから、遊戯が、はい、こうパチンコで使う遊戯にするか、こう遊びの遊戯にするかで、はい、ちょっとごちゃっとして、じゃあもうカタカナにしてしまおうってなります。いや、それは広げたって面白いことないんですよ。これ何で言う、枝豆を乗せて遊んでるんです。最後の一手が動かない。いやまだ早いな。まだ戻ってくるかもしれない。え、あ、これ熱い、これめっちゃ熱いよ。館長、館長光るやつ熱いんだけど、でもこれも先読みではなかったと思う。あ、どうなんだろう、これ剥がれるのかな。なんかちょっと 3が鬼門だよね。今日当たってないよね。当たってないね。あ、もう一発、もう一発レバーくれば。めっちゃ熱いけど、足りない足りない、わかんない、悪くはないけど、悪くはないけどっていう、まあ、先読みとレバブルがないっていうだけで、絶対いけるって感じじゃない。最終決戦、いやー悪くないけど、いや当ててほしい、当ててほしい。お願いお願い、エミお願い、私よりも私よりも祈ってる。頼むよ、これ当ててラッシュ入んないとちょっと本当に沈没する。お願い、本当お願い、頼むエミやる、よっしゃ、よかった、嬉しい。いや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 、そういえばまだ1回も当たってない。3でしょ、しかもこれはいったっしょ、トモくん、ね、4と4だよね。今ね、私の投資が12,500円。125です。一人で打ってたら、一人だったらそれなりにいい
一人だったら出てないよ、エミ。何言ってんだ。一人だったら出てない。いや、出てないよ。4の4なんて言ってないよ、一人だったら。あ、これ大丈夫だわ。大丈夫、大丈夫。さっきとパターン一緒だから。ランプパターンが。さっき入ったとしたら。ちゃんと見てるなぁ。なんかもう褒められれば褒められるほどなんか。クレバー。あの、江川のようで。江川すぐるのようで、クレバーで。江川すぐるって言われてもなんかどれぐらい、どれぐらいなんかもなんか一郎とかなら分かるけど江川すぐるじゃ分かんないよ。グスグスやってる江川すぐるしか知らないんだもん。よし、オッケー。もうともくんはあの終わりまでずっとタバコ吸ってて。いや、これ今ね3発なんですよ。だから5でしょ、はい、うん、まあだから1万5千発ですね、うん。でもまくれる、全然まくれるから。いや、ダブルラッシュ行く、ダブルラッシュ。ああ、待ってる待ってる、こっちで待ってんね。ともくんがラッシュ入れるまで待ってるよ、ラッシュで。よかった。だって今日の目標は、まあ、勝つことともう一つ金山町に行けることだもんね、うん。いいね、うん。600は待ってる。3倍は待ってるよ。よっしゃ、来た。エバブルです。あ、あ、違うわ。ぬか喜びだった。10じゃない。10じゃなかった、4だった。もうトータルしたら50回ぐらい当たってるはずなのにな。右で買い物金ヤマトが引けない。あー、今日初の二桁連。あー、当たった。何で分かった。レバブルが。あー、完璧。レバブルがたまんない。ちょっと気分いいよね。いやなんか右向きたくない。もう言われてることなんかその次に出てくるセリフが。あ、当たった当たった。エミ、あと1万円お貸しください。エミ様、そのパリ払いの封筒から。おかしいなぁ。あー、しびれる、しびれるな。この時間に7枚入れてるんだ。でもスカイビーの夜車を打ってたらもっと行かれてる可能性あるもんね。いや、もう金ヤマト出ていいと思うなぁ。ねぇ、残念。14。あ、ちょ、お手洗いだ。お手洗い。あ、お手洗い。続けてみてください。もうごゆっくり。おかしいな。ごゆっくり行ってらっしゃい。頼む。あれ、いなくなった途端にピンチなんだけど。まだ5000発も出てないのに。戻るよ。ファイト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 。重いなあ。あ、よかったよかった。せめてね、戻ってくるまでは連チャンさせたい。あら、早い。これで引いてないかな。10。あ、ついに10。10ラウンドランプつきました。きたー、金ヤマト。きたー、初めて人生初めての金ヤマト。これをトモくんに見せられないのが悲しいけど、でもいいんだ、トモくんタバコ吸いに行ってた方がいい。よっしゃ、やっと引いたぜ、金ヤマト。うわーい、きた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 、最高。こっから落ちることがないからね。このラッシュで抜けることはないから、一回落ちて抜けるから。よし、やっと来たぜ。いやー、やっと来た。ちょっとトイレ行ってきます。ドヤ寝かせ。何年で終わったの。見てよこれ。
見た？デモじゃないんだよ今の。え？俺デモだと思うんですよ。違うよ。見てて。え？入れたの？入れたの。待ってたんだから、トモくんがタバコから帰ってくんの。見る女じゃん。見て見て、入ったのよ。今何発持ってるの？今5000発。あと1万発だよね。あと1万発出てんだもんね。よし、明かして明かして。金山トラッシュは継続が？継続が78かな？78。よし、もうちょっと暑くてシャツ脱いちゃったよ。もう一枚脱いちゃう。もう二枚ぐらい。もう二枚ぐらい。じゃあもうダメだよ。もう二枚脱いだらもうダメだって。ないよ。ついに引きました。念願の金山と。そう。いや、こうなんだ、こうなるんだ。打てって言われるんだ。大丈夫、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 大丈夫。大丈夫、大丈夫。あの、3ラウンドのランプパターンだったから、さっきまで危なかったから引き合ってたけど、ここは2ラウンドだ、危ないの。あのエミ、はい、セグ禁止。え？セグ見ちゃダメ。あ、セグ見ちゃダメ。セグ見ない、セグ見ちゃダメ。セグ見ない、セグ禁止。はい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 。来た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 。いや、順調順調。あ、2曲しかないんだ。楽しそう。楽しい。楽しそう。めっちゃ楽しい。ん？あれ？頼むよ。早いよ。3発しか取ってない。しかも3-2-2だから。じゃあもう一回キヤマト戻しちゃう、ね。また行けばいいんだもんね。いやちょっとこの練習台だな。かわいい。ありがとう。あ、悪い気はしない。悪い気はしないな。いや、これで15,000発まで行ったら、もう何も欠点ないよ。一個もない。一個もない？一個もないよ。見つからないよ。うわー、15,000出すか。あと1万発か。遠いよ。ちょっと言ったそばからじゃん。そばからだよ。なんかあんなイケイケ言ってたのにまだ7000発なんだ。よしこれはでかい。いけ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 、よし、わーい、よかった、きた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 。これだよこれだよ、これがヤマトだよ。それじゃないんだよね、ヤマト。それヤマトじゃないんで、これもヤマトだけど、これもヤマト、これがヤマト。あー、大丈夫、セーフセーフ。これで何連？これで25連。レスラー3月19日生まれなんだ。早生まれなんだ。早生まれっぽいよね。っぽいかな。どういうこと？やっぱなんかちょっとコンプレッサー持ってさ。ああ。成長速度。それでああなっちゃったのか。ああ当たった。よかったよかったよかった。もうゾーン入ったんじゃない？入ってるね。だよね。うん、もうあ、これなんか悪しねえなみたいな。面白い。入ってる入ってる。ここだよここだよここだよ。ここで金山とぶち込んで。もう一発戻して。頼む。ああ、ピンチ。今見たよね。見たよね。ねえ、ちらっと見たよね。何なんだこれ。3ラウンドでもキャラが変わってるから全大丈夫だとは思うけど、うん、TM レボリューションかな。あ、こいつ、あ、風が TM レボリュ
すごい好きだったり知ってるじゃん。いやだから気分が上がるようにちょっと上がったまんまとちょっと上がっちゃったよああやられたじゃんあれ待って待って待って、いやまだ、いや一番乗らないか、いる、いない、うわ一番乗らなかった、いやでもお見事、ありがとう、いやお見事ですよ、ありがとうありがとう、2人で今13875玉負けてるから、もうちょいだ、今ね5000発マイナスぐらい合わせて、いやじゃあもうそろそろそんな、あ、いきますいきます、大したことじゃ ないね、今までのちなみに、うん、最も悪かったペアは、うん、青山木村でマイナス1万発だった、うわお疲れ様でしたもなかった最後こうすごいこう会釈されて、会釈めちゃめちゃ他人当たってた、先読み、あ、それめっちゃ熱い、しかも赤だ、初、それ大丈夫だよ、だってもう赤の先読みめちゃめちゃ強いもん、44000 44000、まあまあまあそこは別の44000もう初先読み、じゃあこれで当てればいいでしょ、当ててらっしゃい入れて、そう、はい、ハッスルしますんで、ハッスルします、します、多分当たりはする。あとはラッシュ。そう、ラッシュラッシュ。いいよいいよいいよ。4、3、2、1。いいよ。ここで来るんだ。あ、でもデスラーだ。デスラー、再び。ストーリーだけどデスラー強いんで。ね、不安になってないほら。なるほど。はい、変わりました。おお。はい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 。おお、来た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 。エクサの神髄を見せてやる。お。いや十分十分。いいよいいよ。これでアコは十分よ。いやもう本当にこれ余裕越しでやったら1000以上回してるんだもんね、そうなんだよ、切ってみます、よっしゃー、よかった、嬉しい嬉しい、いやー、あー旦那様が今日初めて当てた688、さあ問題はここからだよな、ね、大丈夫よ、60%あるもん、頼むよ、60%あるから大丈夫大丈夫、ダメだとしたらダッシュが全部私のとこ来たってことだから、うん、今エミが4の4だっけ、4の4、お客ファンの方々がみんな見守ってるよトモコの当たりを、いやちょっと本当にこのパチンコに希望を隠す、これ赤だった？多分。それはそうだと。もうちょい。ちょっとエミ。エミこれ。ね。緑かみたいな。でも全部緑だよね。全部緑で入れてるから。うん、大丈夫大丈夫大丈夫。いや神様はいるよ、これ入れねえはずがないよ、ねえねえ、またじらすね、ねえ、ケッて、うわよっかみんな、よし、もう2番でもうお任せください、あなたはもう適当に遊んでる、5000発でしょ、5000発でトータルじゃプラスだよね、まあ、6000あれば大丈夫、6000で、OK、5000ジャストだとちょっとマイナス、よし、よし、あ
当たればいいなぐらいの感じで気楽に回します。頼もしやっぱ最後の最後にやってくれる男だ。桐山と言えるぜ。606ラウンド。いや なんかめっちゃ楽しんでるじゃんピンチを。ちょっとさ、ピンチに楽しむ余裕あるの？ない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 。すごい楽しそうで、なんかさ、ここ4段とかないよ。ないってないって。もうなんかさ、もうさ、今危ないのにさ楽しんでたもん。それが良くないんだって。いや、ファースト清原じゃないのよ。本当に痛恨。いや、どうせ人の財布だしっていうのがもう今の抜け方にもう違う。いや、それはない、それはない。いや、こんなとこに抜けるはずがないよ。いや、私が今のトモ君の状態だったらあんなふざける余裕なんか絶対なかった。めちゃめちゃふざけてたもん。休みの日かなぐらいのふざけ方してたよ。すいません、4万4000円ですね。4万4000円でラッシュ入ったんですけど、4連の丸山ですね。ちなみに何発プラスあった、はい、私は個人的には4000発ちょいのプラスですね。あ、結構やれたな。7000発ぐらいのマイナスってことですか。そうなりますか。なりますね。なんでもう決めました、はい、おずっともう俺は、うんうん、エミにお金で打つ。やだよ、やだ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 、勝つまで勝つまで、もう俺はもうに、もう飯使いになる。だから勝つまで勝つまで、もう兵隊やります。エミの兵隊やります。本当に？あ、もう次毎回エミ、毎回エミ。え、じゃあ私は毎回負けに来なきゃいけないの？違う違う、何言ってんの。勝つまでやる、勝つまでやる。真剣に打ったがゆえに、なんでもうさ、もう本当に申し訳ないなと思って、もう写真者俺買いました。やった、ありがとう。嬉しい、ありがとう。もうそれでチャラだ。それが一番嬉しい。危険な遊び、危険な遊び、危険な遊び、はい、はい、ありがとう。嬉しいな、はい、皆さんもよろしくお願いします。俺のために、俺が負けたせいでみんな。トモ君だって買ったんだよみたいな。あいつだけは絶対買う。買ってくれたの？え、買ってないの？買ってくれないやつに次回から絶対写真集撮らせないよ。これ始まりに過ぎないんで。始まりに過ぎない。これ、いや、これで終わるともう負けたまま、迷惑をかけたまま終わってしまうってことに なるんで、絶対に、うん、もう俺は約束、もう、うん、エミと、うん、勝つまで、うん、犬やしゃって手もあるじゃん。今日だってもし犬やしゃだったらもっとなことになった可能性があるもんね。今日はやばかったね、犬やしゃった。だからある意味セーフっす、うん、セーフ、ヤマトでセーフ、うん、まあ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 、はい、まあ言うて7000発ちょいのマイナスだもんね。うん、うん、必ずやりますね、勝つまでやるんで。安心して、安心して、エミ。あー、勝つまでやるそうです。ということで、単行本パチンコが好きで何が悪い、そして写真集危険な遊び10月20日、発売になりまして現在発売中です。皆さんご購入よろしくお願いします。